はい、これからノルウェー大使館で、タラのプレゼンをいたします。幻のタラです。それではですね、これから、幻の、スクレイというタラのお料理を、3品お出しいたします。なぜ僕があの、ノルウェー大使館で今日この幻の、タラのお料理を任されたかというと、多分僕は北海道出身でございますので、まあ、北海道っていえばタラが有名ですし、ノルウェーはなんとですね、あの大体北海道と緯度がほぼ一緒で、ノルウェーサーモンっていうのはもうこの何十年でしょう、30年常識です。ほとんどの、レストラン、ホテルはノルウェーサーモンを使っております。それは、まあ、脂のりがいいのと無菌であるということで、もう 90% 以上のホテルレストランでは、ノルウェー産サーモンというのは使っております。なので、まあ、今回このタラ、幻のタラっていう、僕も初めて、知ったんですね、今回で。なんとですね、北海道とほぼ同じ甘エビとか、ちなみに僕北海道の増毛というところ出身で、今日増毛の沖で上がる甘エビが毎日の日本の甘エビの相場が決まるんですぐらい、まあ、昔はニシンで有名だったんですけど、ですから北海道にある甘エビだとかサバだとかタラとかサーモンとか全部あるんです。カニとかで、皆さんご存知のように、多分このまんま日本の漁業っていうか、この状態であれば10年後我々日本のお寿司屋さんに、フレッシュのマグロとか、そういうものはもう乗っからないだろうというぐらい危機的な状況です。僕は気仙沼の食大使やってるんですが、もうサンマも一本も取れないですよ。僕何年も行ってるけど、この 2,3 年気仙沼でサンマ食えないんですよ。で、ね、輸入に頼ってるから皆さんまだピンときてませんけど、マグロだってもうこのままでいくともう取るの禁止になりますので、なのでこれからノルウェー産のね、ノルウェー産のこういうそのなんていうの、食材とか魚介類は本当にこれからニーズって言いますかね、たくさん、まあ、同じその土壌ですし、ということで、すいません、長くなりましたですけど、最初の一品目がですね、すごい身がですね、プリプリしてクリーミーで、非常に何て言うんだろう、まあ、僕もデータで日本は今日が初発表ですけど、多分ヨーロッパではもうかなり前から輸入されてたということで、その理由よくわかります。で、プリプリでございます。最初はですね、上にタラの上には塩昆布とラオスの昆布をパウダーにして上に、乗っけて、それをオーブン焼き、そのまんまオーブンで焼かないで蒸し焼きっていうのかな。で、添えてるのがアクセントで、ビーツと赤いビーツと、かぼちゃとセロリ、それをこうピューレにしたものが、添えられている。ソースはその塩昆布で召し上がっていただきます。で、2番目は、ヨーロッパの人はね、基本的に皮は食べないんです。皮は全部削いじゃうのね。で、ただ我々日本人は皮大好きですから、皮をつけて皮だけをパリッパリに焼いてオーブンに入れて、蒸し焼きにしております。で、下にヌードルとブロッコリーとカフラーとサフランソースを作って添えております。3品目は、デザートを作りましたまあ、皆さんもご存知だと思うんですが、三國シェフでございますので、なんかやらないとまずい状態なので、そのタラをですね、牛乳とバニラを入れて、60度で15分煮ます。煮て余熱で全部火を通して、その牛乳とバニラの香りで、ご飯をリオレっていうんですけどね、これはフランスでは子供によく
利用例って。でも僕大使に聞いたら、ノルウェーはあのお米が非常に高価なので、クリスマスの時ぐらいに昔はそのリオレ牛乳でお母さんがご飯を炊いてあげて、それをもう本当クリスマス特別な日に出してたっていう。たまたまあのフランスではリオレっていうのはもう普通なんですけど、それをあのタラを火を入れたのを下に引いて、その牛乳でご飯を、それはあの今日は日本米ですけど、その上に柚子をパラパラパラって、そしてあの粉で作ったあのパートフィロってあるんですけどね、あの薄い、それで形を作って、ですからちょっと召し上がるときはあのすぐパラパラっと崩れちゃうので、中身をちょっと食べていただいてからパラパラっと崩して召し上がってください。3品でございますので、どうぞ、ご賞味いただければと思います。以上でございます。それではレッツゴー。はい、デザート行ったら行く行く。Thank you.